まった。これはすごい。これはなんかこのプログラムにも載っていない技ですじゃないですか。さあこれはすごい合わせ技を見せます。さあフィニッシュです。ヒールクリッカー決勝を取ります。ヒールクリッカー難易度いい。さあ今ダニエル・ハムが18.5いきなりトップに躍り出ました。ダニエル・ハム、いや、まあ、今のはね、すごかったです。最初がキャッキャッと大振った、それもあのメリハリを効かせたジャンプだ、はい、で2番目があの棒振ったって足をこう大の字に開く、そして普通はハンドル持ってるんですけども、そのハンドルも離して万歳をしてしまった、泣き別れ状態でもコントロールがやったということ、これがかなりポイント上大きかったと思いますよ、はい、そしてラストがヒールクリッカーということで3つ決めてくれました。さあそして2位はゼッケン37番の田中隆選手が対戦しています。さあそのまま上がっていきましたね。そのまま行きましたね。はい、じゃあちょっとで田中話を聞いてください。ありがとうございました。さあ、今選手の方には、3選手揃いましたね。ジェレミー・マクラスは、ファイトの選手を登場してきてますけども、チームジャッジから、よろしくできることも思ってますけどもね、まずじゃあ表彰台の方に乗っていただきましょう。それではまずは表彰式についていただきますが、スーパーアクションバトル、ウィナー1位から3位の選手には賞金目録が贈られます。プレゼンターは関西テレビ放送事業部長倉西明彦です。お願いいたします。Oh, it looks a bit official for you, Daniel. 1位のダニエル・ハム選手、おめでとう。そして第2位、田中隆瀬選手。そして第3位、ジェレミー・マクラス選手、おめでとう。どう、さあ、早速写真撮影をやってみますね。絵になりますね。さあ、優勝。